皆さんこんばんは。今日はですね、討論討論に代わりまして終戦特集といたしまして、現在靖国神社有宗館で、毎日、上映されております南の島に雪が降る、これリメイク版でございますけれども、この放映をさせていただきたいと思います。この映画は私が46歳か7歳の時、制作した映画でございまして、脚本監督を担当しております。ぜひこれは靖国神社の方でもご覧いただけますが、今日は初めてテレビの方で全編放映するということになります。もともと南の島に雪が降るというのは加藤大輔さんという、東方系の名優の方なんですけれども、この方がニューギニアの体験をもとに園芸文体というものを作って、西ニューギニアで兵隊さんたちを慰めたと。第1回目に作られた映画は一種のコメディータッチというかですね、そういう映画でした。苦しい中に日本の兵隊さんたちが温かな気持ち、お互いに至り合う気持ち、こういうものをやりながら生きているという、そういった心温まる名作でございました。私はこの映画を見ているわけでありますが、この原作をもとにして戦後の日本を考えたい、47歳の時考えました。それは私が21歳の時ですか、ちょうど三島由紀夫自決事件が起きました。三島さんが防衛庁のバルコニーに立って自衛隊員たちに何かを叫んでいる、その上を上空をヘリコプター、マスコミの上空を飛ぶヘリコプターでその声がキレキレに聞こえない、そして最後は三島さんは諦めたようにもういいという形で中に引っ込んで、そして自決をなさったわけであります。その下から見てヤジを飛ばしたり笑っている自衛隊員、そして声を枯らして呼びかけている三島さん、そしてその声をかき消すマスメディアのヘリコプター、こういった姿を私はテレビを通してそれを見ましたが、これが戦後なんだということを考えました。戦後の民主主義というものは当時盛んにもてはやされていました。しかし本当にそうなのか、日本という国が本当にこの戦後をいいものとして認めていいのか、三島由紀夫という人物の自決死はそれを問うものだったという気がありました。そういう中で私は日本の戦後民主主義と言ってもいいでしょう、戦後日本の最良の部分と、いわゆる三島由紀夫が伝えたかったもの、これを、対決させたい、最良の部分、日本の戦後の最良の部分と、そして、三島由紀夫の持っていた、言い続けた世界、これと対決させたい、これをニューギニアの極限の地の中で行ってみたいというような思いで、この原作をもとに、一種の映画を作りたいと考えたわけであります。そういう意味では、第1作目の、南の島に雪が降るのような、なんていうんですか、コメディータッチのようなそういうようなものはございません。ニューギニアそのものが映画の中の冒頭で出てきますが、約20万人が出兵し、そして戻ってきたのは1万数千人、9割以上の損耗率の戦場はニューギニアだけだったわけであります。そういう、ほとんどの人が死んでいかなければならない、それも戦いだけではなく飢えとマラリア、こういう中でふるさとを思い、そして、死んでいかれた皆さん、もう一つ言えばこの、現地の司令官は1万人の兵隊さんたちが間もなく、飢えて死んでいく、そういうことを知ったとき、食糧事情からある作戦を行ったわけであります。いわゆる1万人を、ある意味で無理な作戦で、オーストラリア軍と戦わせた、そしてほとんどの人間が、
死んでいった、そして生き残った人たちがわずかな食料で生き延びていく、こういった究極の選択、こういうことを行わなければならなかった、せめて武人として、死なせてやりたい、兵隊さんとして死なせてあげたい、こういった思い、そして、生き残る兵隊たちも生き残らせなきゃいけない指揮官の大変苦しい思い、何もない補給もないジャングルの中で飢えてさまようマラリアに苦しみながら、生きていた、ニューギニアの日本兵たち、それを思うと、今でも胸の詰まる思いがいたします。この司令官、はこの、この映画の中の陸軍将校の中に現れてきます。まあ、そういうものでぜひ皆さんにご覧いただきたいと思います。まあ、47歳の、時作った作品でありまして、今から考えると、あそこはこうやればよかった、ここはこうやればよかった、そういう思いがする部分も実は、なきにしもあらずであります。しかし、まあ、思いを込めた、作品には違いありません。私たちが戦後を見た時、一番考えたのは、この当時考えていたのは、靖国の英霊の皆さんは怒っているぞと、単に死んで、そして靖国に祀られて安らいでいるわけではない、どうしてくれるんだと、こんな体たらくの戦後を見て、自分たちのご遺体の屍の上に土足で踊りを踊っているような戦後の日本の在り方、こういうものに日本の英霊の皆様、200数十万柱の皆様は怒っているだろうと私は考えておりました。その当時そういった思いでこの映画を作りました。ただ一つそれから変わったことがございます。平成13年でしたが、平成8年か13年だったと思いますけれども、皇后陛下の、身歌ですね、お歌の中に、海久賀の伊豆江を知らず姿なき、あまたなお御霊国守る乱、海久賀の伊豆江を知らず姿なき、あまたなお御霊国守る乱、こういう、お歌をお作りになられました。私はこれを知った時、その伊豆を知らず草むし水くかばねとなられた英霊の皆様が、単に怒りを持っているだけではなく、万感の思いで私たち戦後の日本人の生き方、在り方を見つめておられる、怒りや悲しみやさまざまな万感の思いを込めて、今私たちは靖国神社200数十万柱の皆様から見つめられている。そして、祈りを込めて、私たちの生き方を、あるいは私たちの日本がどちらに向かうかを、無言で問うている、この沈黙の声、このことを我々は静かに8月15日靖国神社で聞くべきだと考えるわけであります。毎年私はチャンネル桜として開門前から、靖国神社のレポートをしております。そういう中で一番朝真っ先に来て開門前に気づくのは、セミの声であります。セミの声が本当に降りしきるようにこの靖国の森に、響いている。ところが突然パタリと何らかのきっかけでセミの声が止まったりします。以前、一昨年ですか、日の丸行進をやった時には、この靖国神社の周りを数百名、まあ、600名か500名いたと思いますけど、日の丸の行進をしていた時、強い風が吹きました。あの大鳥居の前に我々の行進が差し掛かった時、ものすごい強風が吹いて、旗を持っているのがやっとのぐらい旗が強くはためきました。私たちはこれは英霊たちからの一つのお告げであると考えました。その日、靖国神社の英霊が風を吹かせたその日、尖閣諸島はシナ人の、足によって踏みにじられた、上陸され、そして、怪我され、
その数日後にはあっという間に釈放がされたわけであります。そして私たちはその英霊のお告げを聞く答えるように8月19日、靖国神社の英霊に応えようと私は、尖閣諸島の上陸を決意いたしました。そして実行いたしました。私たちは常に未来の子孫からもそして、英霊からも見つめられている。今日の映画ぜひご覧いただきまして、こんな素晴らしい人たちが南の果てで一生懸命生き戦いそして倒れられていった、そんな思いを、少しでも分かっていただければと思います。戦後を問う映画として47歳の私が作った映画でございます。それではまた後ほどお会いしたいと思います。私のラバさん酋長の娘色は黒いが何よじゃ美人赤道直下マーシャアル軍とヤシの木陰で
テクテク踊る。踊れ踊れ、ドブ酒飲んで、明日は嬉しい首の祭り。昨日浜で見た酋長の娘、今日はバナナの木陰で眠る。
首藤軍曹殿。本日の出し物は何でありますか。そうだな、どういうのがいいか。自分でありますか。遊戯が見たいです。遊戯か。はい、自分は秋田の生まれであります。遊戯のある芝居が見たいと。花屋一等兵か。3ヶ月前にこうなりました。日本に戻らなかったあなたにどうしても会いたい、会って聞きたい、いつも話してました。演芸分隊隊長村井中尉を殺しましたか。父はそんな噂を聞いています。だからあなたはここに残った。殺したかもしれない。
そうだ。コロンビア歌手だったんだろ。歌え。早く。ほら。さあ君は野中の茨の花か。さあゆいゆい触れて帰ればやれ。やめろヒボ。死んでたんだろうな。まんなクラウンがトクルで
白目、真っ白い飯食いたかった。赤嶺少尉に対し入れ、よし、別名あるまで消去し、止まるよ。おー、大会の王、おー、あっさ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 、いやあ、クリスコ殿、名を伊藤兵が死んでおります。うちの班だけで4人目だ。親分、加賀の国の住人小松五郎よしかねが北へし技者、万年だめの雪水に洗い清めて、俺には生涯てめえという熱い味方があったのだ。よし、そこまで。須藤軍曹、お前もともと役者だったんだな。は、兵士になる前、東京の国民座において市川円四郎の名で役者をしておりました。須藤軍曹。は、演芸文体を作ろうと思うんだが、どうだ。演芸文体でありますか。君にその責任者になってもらおうと思っているんだ。知っての通り、我が軍はあちこちで玉砕し、兵士たちは苛立っている。この駐屯地でも飢えと病気から死人病人が続出している。士気も乱れ始めた。これからどうなるか全く分からんか。まあ無理もない。だから演芸会でもやって、いわば上層教育をやろうというわけだ。できるか。なんとかできると思います。自分のほかにこの三味線を弾く長唄師匠、それにこのスペイン舞踊の教師、それに病棟には元コロンビアの歌手がおります。そうか、ぜひやってもらいたい。はっ。他にも集めよう。これは6月中の子夏とはいえど堅い中。おっと、万に、うわーっと泣きいたし、べん、べん、そりゃ聞か、おいおいおい、お前何か、それは俺のせいだって言ってんのか。ん、いいえ。うわ、6番、221連隊、白石上等兵であります。出そう。よし、何をやる。はい、自分は腹毛をやらせていただきます。行きます。勝手へ来るぞと勇ましく
誓って国を出たからにゃ、手柄立てずに死なりょうか。シングラッパー聞くたびによし、そこまで帰ってよし。え、不合格でありますか。軍隊では評判だったのに、本当に不合格でありますか。漫才をやらせていただきます。おばら、はい、サマーチカールタルドル、はい、目が合わせ、把握しはれ、ミンミンゼミやれ、はい、ワン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 、おばら、はい、目が合わせ、把握しはれ、誰が犬を破ったミンミンゼミだ、はい、もうすいません。そこまで帰ってよし。特技が自分であります。特技、絵を描きます。舞台装置を作るのに興味があります。よし、さよう。自分にも特技あります。自分は洋服屋であります。和裁もできますので、本当は衣装係ができればと参りました。あと義太夫も少々。ベベン、オートバンニー、うわーっと泣き出だし、ベベン、そりゃ聞こえませぬ、義太夫たちやめ、採用。大言葉や大言葉。おいおい、草原が慌てて土源したとや。土源も小源も角の古屋に飛行機がドバーッと落ちとったい。ああ、それは大言葉や大言葉。それで古屋に落ちた飛行機は一体どげな飛行機や。草原こともわからんとか。古屋に落ちた飛行機やけん、そりゃあ戦闘機に決まっとる。チャッチャンカチャッチャンカチャッチャンカ。採用。野戦防疫給水部隊、塩島茂上等兵であります。元は桂屋であります。針金と他に材料さえあれば、男物でも女物でも何でも作れます。トンボです。カツラは何で作る。馬の尻尾です。取りたいな。はい、得がたい人材です。と土地よりしとげの茶見せ、憎き敵とばったりと出会った時に杯を思わずばったと。刺激としてはうまいんですけどね、芝居とは違うんですよ。こう完成してると普通の芝居ができないんじゃないかと。そうか、昼間帰っていいぞ。え、帰ってよし。ちょっと待ってください、返さないでください、お願いします、お願いします。みんな同じ思いなんだ。帰れません。自分は部隊長殿をはじめ全将校から総校からやっていただき出てまいりました。大の名誉だと会食までしてもらったんです。だから自分は帰るわけにいかんのです。どうしても帰れとおっしゃるなら、自分は山に入り自決します。もしお前を採用するとすれば、全部芝居を直してもらうができるか。
できます。やります、できます、何でも言う通りにやります。採用、ありがとうございます。その言い方がいけないんだ。はい、それからあの釘の利きは大丈夫か。はい、須藤軍曹、何でありますか。いいものを手に入れたぞ。これだ。これは長谷川新戯曲集じゃないですか。どうだ、演芸場のこけら落としにその中の一つをやってみた。いいですね。どうでしょう、この際思い切ってまぶたの母をやってみたら。戦地で考えることは国のおふくろのことですから。うん、母物は刺激が強すぎん。確かに日本を思い出しますが。いや、お前の言う通り、母物だからいいんだ。あの芝居を見たら、みんな日本人として優しい気持ちになるだろう。はい。最後くらいは日本人として立派に知らせてやりたい。どういうことですか、忠義殿。これからここで芝居を見た将兵たちは、その後すぐに皆前線へ向かう。おそらく今の状態では全員帰ることはないだろう。ここが祖国を思い出す最後の場所となる。ここは死ぬための場所なんですか。結果としてはそうだ。俺たちは軍人だ。いつかお国のために死なねばならない。ここは兵士たちを送り出す最後の場所だ。一生懸命笑わせ、泣かせ、祖国と父母兄弟のことを思い出させる。短くとも日本人として生きた喜びと誇りを兵士たちに与える。須藤、この戦争を祖国のため、家族のためなんだと自分自身に納得しなければ、皆死んでも死にきれんじゃないか。だからみんなに懐かしい父や母、国のことを思い出させるんだ。須藤、ぜひやろう、まぶたの母を。Come on.
艦長殿、できましたよ。ニューギニアジャミスンですよ。ブリキ製だから丈夫で壊れません。なんとかなったな。それに花総長がこの先のオランダ人が住んでた家でバイオリンを見つけたそうで、総長自ら演奏を手伝ってくれるそうです。太鼓も作ってます。ちょっと二足臭いかもしれませんが付き合うと思います。気をつけ。班長殿、どうです、結構いけるでしょう。現地人への贈り物用布をくすねてきました。おー、小原は大した画家ですよ。どうですかこの柄。小原すごいな。前歯班長にちょっとお見せしろ。はい、ほら。おありがとう。着物だけです。衣装も工夫したんですよ。口紅は赤チンで、おしろいは添加粉と亜鉛化何個を混ぜて作りました。おいしそうな。おい塩島、あんたにあれば見せてやれ。まだ途中ですが。カツラか。これに油を塗って艶を出すつもりです。これは馬の尻尾か。もうこれなら絶対髪の毛に見えます。自分がドイツ人宣教師の馬のケツからチョキンと切ってきました。見つからなかったよな。はい、一度馬に金玉蹴られました。これからもよろしく頼むよ。たまにしてくださいよ。だからあ、そういえば三方兵四連隊で面白いこと聞きました。どうした。校舎部隊の上原隊に江野健一座の木さるぎ勘太がいるそうです。え、本当か。はい、上原隊の兵士たちがあちこちで、もう俺の部隊にはな、演劇分隊の素人役者とは違って本物がいるんだいとか自慢しておりました。青戸というのが本名だそうです。よし、司令官閣下に頼んでみよう。はい。兄さん、兄さん、どうしようね。これが叩きの瓦屋なら逃げ隠れもしよう。だがヤクザ都政の泥沼へ足を入れた男としては、奴らと白羽をぶっつけなくちゃ男じゃねえと、人に言われる。あった、犬間。はい。また不思議の癖が出たぞ。人に言われる。この壁塗りはやめろ。もっと自然にやってみろ。もう一度。はい、すいません。これが片木の…違う。臭いんだお前のセリフは。もっと気持ちでやれよ。気持ちを込めてやるんだ。カッコつけるな。もう一度。はい、すいません。これが仇の違う。臭いんだ。はい、もう一度。はい、これ違う。すいません。これなんだ。進行します。青戸兵長、5月2日をもって当隊への転属を命じられます。そうか、ご苦労さん。気にしちゃったですな、ついに。木更木貫太が。あとこれ見てください。寄せ書きで。何ですか。んいや、下の方に江野源師匠のがあるんだろ。ここ あ, 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 あ、分かった。そうそう、ほら。江野源さんって普段もやっぱ面白いんですか。いや、割と気難しい方だな。喜劇役者にはそういう人が多いぜ。いや、俺は違うぜ。高峰秀子はどうですか。デコちゃんね、あの子はいい子でね、普段も全然変わらんよ。あんなスターも映画界じゃ珍しいな。あの、これが原節子からのハガキですか。原節子ってもう知り合いか。やっぱ綺麗な字書きますね。木更木さん、
お元気ですか？私も元気で過ごしております。昨夜私は戦地でご活躍するあなたの夢を見ました。いいなあ、いいなあ。斉藤、ハガキなめんなよ。やりそうですよ。気をつけ。ガンダム。アウト兵長。はっ。ちょっと。アウト。貴様、キサラギさんの何なんだ。え、どういうことで？とぼけるな。アウト、俺はキサラギさんをよく知って、一緒に仕事もした。貴様、キサラギさんの何なんだ。正直に。すいません、あの、自分は実は江ノ賢市長の弟子なんです。何？江ノ賢さんの？嘘をつけ。俺は江ノ賢さんだって知ってる。貴様まだ嘘。いや本当に。危ない。本当になります。最初は大東映画の水事部にあったんですが、もともと器用で手品は玄人話だったもんで、もうちょっと、おいっしゃーい、はーい。それで期日一覧に飛び込み、そのうち芝居がやりたくなって土佐前の劇団に入り、それからいくつかの劇団を転々として江ノ賢劇団の木更木先生のところに。短い間で弟子と言えるかどうか分かりませんがね。なんで木更木さんを名乗るようになったんだ。最初はそんなつもりじゃなかったんですよ。文記祭の余興でおばあさんの一人芝居やりまして、これが受けましてね。お前素人じゃないな。シャバシャさぞかし名のある役者なんだろ。いやいや、名乗るほどのもんじゃありませんよ。嘘をついたつもりはなかったんですが、まあこれが噂が噂を呼んで、あいつは相当な役者らしい。そうだ、江ノ賢の映画に出ていた如月カンタじゃないか。そうだそうだ、きっとそうだ。お前如月カンタじゃない。いやいや違うとは言ったんですが、最後にはいやいや違うが、まあいいやってなっちまったわけで。すいません、本当にすいません。これからもお前は如月カンタでいろ。え？兵隊たちのためだ。兵隊たちの？青戸、俺たちはウェルか玉砕か、もうじき死ぬだろう。だけどな、生きてる間は夢を見る。お前や俺の役目は兵隊たちにいい夢を見させることだ。もう生きて日本に帰れないとしたら、内地の長谷川和夫より偽物の如月カンタの方が兵隊たちにはありがたいんだ。だからお前はスター如月カンタを演じ抜け。嘘を続けるんですか。俺たち役者に嘘も本当もない。演じている姿が本物なんだ。貴様、偽物だとバレるようなヘマしやがったら俺が承知しないぞ。わかりました。青戸兵長は如月カンタを演じ続けます。マットルドでした。現地人のスパイがバラしておりますから。潜水艦で食料場運び、沖からドラム缶で流すっちゅうやり方もうダメでした。しかし班長だろ、なんで自分たちはこんな葬儀屋みたいな任務やらされるんですか。それだけ妬まれてるんだ。演芸分隊は芝居の真似事をして楽でいいと。自分たちは稽古の合間に芋畑で働いてます。楽なことはありません。誰も知らんそんなことは。だからみんなから憎まれんように村井中尉殿が任務を与えてくれたんだ。
よし始め。はい、はい、何が焼けてるんですかね。もったいねえな、うまそうな匂いだ。うえっ、いいものだけが焼き取るんじゃなか。人間も焼き取る。しかかれ。はい。班長殿。こいつ、演芸場建設隊の兵隊です。屋根のてっぺんで、よく歌を歌ってたやつです。腹減ってたんですがね。班長殿。この位置でよろしいですか。よし、火の間の方はもう少し上だ。はい、気をつけ。はい、直れ。おお、ついに完成だな。マヤサルミ歌舞伎座か。内地の匂いだな。須藤、いいもの持ってきたぞ。おい。ああ、これで部隊の照明が使えるんですね。ああ、司令部にある二つのうち一つを強引に回してもらった。小谷参謀の計らいだ。電球回るぞ。はい。それから、ほら。何ですかこれ。マイクロフォンだ。以前高射砲部隊が撃墜した鉄器の中にあった。使うといい。ありがたいです。どうだ準備の方は。はい、なんとか初日には間に合いそうです。建設部隊員のおかげです。まともに食ってもいないのに全員徹夜で突貫工事をやってくれました。そうか。その建設部隊員3人が先日浜辺で食料調達に夢中、戦死しました。うん。あいつらに見せてやりたかったです。おい、しっかりせ。もうすぐ芝居見れんだよ。出てや。ああ、そうだな。おい、何した？クソ漏らしまった。終わり。ね、みんな性能は一緒だ。皆様、本日は遠いところからお運びいただき誠にありがとうございました。ふるさと日本を離れ幾年月、この南方の島に戦いの日々を送る皆様方のせめてもの慰めにと
本日であれ、マヤサルミ歌舞伎座が会場の運びとなりました。どうぞお楽しみください。自分たちにも見せていただけないでしょうか。お前たちはどこの部隊だ。バルバミ農場分隊であります。自分は知らねえ伍長であります。なんだ、恥かき部隊か。よくもまあおめおめと顔を出したもんだな。ホーランジアの戦いにおいて隊長や以下全員が玉砕したというのに、逃げ帰ったお前たちだけがのうのうと芝居見物か。お言葉ですが、自分たちは作戦上の都合で言い残っただけであり、死を恐れるものではありません。自分たちは求められておるか、誰よりも知っておるつもりであります。現に最前線のワルバミを守り、現地兵だけでなく上との戦いの中でこの2ヶ月ですでに半分の兵を失っております。はい、とにかく中はいっぱいだ。立ち見で入れるようだったら入れ。ありがとうございます。気をつけ。ああ、カキ、うまそうじゃの。大原、老けてるよ。舞台装置が主役を張ってる。泣いてる。台が泣いてる。よし、ないか。
何でしょう。金町の瓦屋さんで総兵衛さんはこっちだね。判事は帰ってるかい。判事兄さんならおりません。知らばっくれんな。ちいちい、そんなに言うな。相手は綺麗な娘っ子だ。おとなしく言えよ。おじゃあ、だっておめえ、うずうずしくいねえなんて言いやがるから。みんな、まあいいやな。嬉しそうだな。娘さん、ここに手紙を書いてきた。これを犯人に渡してくれ。おい、何した。全く参っておりませんもの。あんこな、おいの妹に似てる。まだあんなこと言ってやる。今はいねえか知らねえが、今にもここへ来るはずだ。だがな、あら、俺のおふくろさんに出る。俺たちも名打ての人間、やるなら尋常にやる方が立派でいい。あの柿、うまそうだな。袋の中のネズミじゃねえか。忠太郎兄さん、忠太郎、もう誰もいないんだ。下のまぶたを合わせ、じっと考えてりゃ、あわねえ昔のおっかさんの面影が浮かんでくるんだ。会いたくなったら目をつむろうよ。よっ、日本一！いいっすよ！いいですよ！よっ、日本一！勉強役者！日本一！よくここまでやってくれた。以後も奮励努力、立派に任務を果たしてくれ。ありがとうございます。初心を忘れず任務を果たします。参謀殿。なんだ。一つお聞きしてもよろしいですか。なんだ、言ってみろ。本日の観客は全員戦闘用の軍装をしております。どこかへ出撃でありますか。そう、まあいい。確かに今日感激した部隊は明日ソロンに向けて出発する。困難な戦いが待っている。
そらく。もう二度とここへは戻れんだろう。彼らのためにも諸君らに礼を言う。そうでありましたか。以後戦闘に出撃する部隊を優先してこの歌舞伎座観劇を許可する。兵士たちのためにも気を入れてやってくれ。わかりました。やれ。班長殿、自分たちは元気に死んでこいって景気づけしてるんですかね。貴様理由が帝国軍人としての指揮を殺したのだ。貴様大義のために全然兵士を馬鹿にするか。申し訳ありません。まあいい。お前は歌手だったな。はい、そうなります。以後知る気でくれ。一曲一曲に命をかけよう。はい。小原上等兵入ります。失礼します。あの観客の中に死亡者が出たようであります。死亡者が出たそうだ。自分たちは丸波農場分隊であります。自分は分隊長の白根伍長であります。この死んだ兵隊は福永兵長であります。すでに助からぬ状態となっておりましたが、都人のたっての希望で連れてまいりました。芝居を見ながら行きました。随分お前たちの部隊は死んでるそうだな。はい、自分たちは玉砕部隊の生き残りであります。いつか先に行った仲間たちに負けぬ戦いをするつもりであります。本日の芝居を見られて生きる張りができました。いつでも来い、歓迎するから。ありがとうございます。まだ来よな。しかしご長殿、今次あと何人来るか。だな、まあおめえは持たねえべな。いや、こいつの方が先であります。おめえ何言ってるのだ。おめえ下痢してるし、マラリアじゃねえか。おゆい先だ。まあいい、ともかくまた芝居を見に来い。そして見事な戦いぶりを見せてくれ。あいやん、ダメよ、覗いたりしちゃん。そんなこと言うんだよ、見てくれよ。ただじゃ見せないわよ。お金出すからさ、これまで配信。ダメったらダメ。ほら、貴様らそこで何やってんだ。ここは立ち入り禁止だ。それにお前たちは明日出撃だろう。いいか、必ずまたここに戻って芝居を見に来い。
団はい。軍曹すいません。女方で人気が出たのはいいが、芝居が終われば我々は帝国陸軍兵士だ。限度があることを忘れるな。はい。うちの部隊の畑で採れた芋でありますが、少なくて申し訳ありません。いえいえ、あくまで各部隊のおぼし飯としていただいとるとやけ、貴重な食料ば本当ありがとうございます。どうか心ゆくまでお楽しみください。しかしいいですな。あ、芝居の真似事をしてたらふく食って戦闘にも駆り出されない。うちの部隊は先月半分やられたのに、芝居を見たらまた明日からゲリラ狩りですわ。ここはなんだか血の匂いがしますよ。本隊前進め。本隊右進め。待ってました。私の話も聞いてください。聞く耳持たぬわ。よっ、いろんなもん。気持ちの悪い色気を振りまきやがって、この昭和論な。気持ち悪いなんて言わないでください。兵隊さんには評判いいんですよ。今度のお前の男は兵隊さんか。月は晴れても心は闇だ。見ていろ皆さん、来年の今月今夜、10年後の今月今夜のこの月を僕の涙できっと曇らせてみせるからな。カイチさん、あっ、あんたはわしの女房にぶちんじょる。これ食うてくれ、牛肝じゃけん。あら、嬉しいわ。ありがとう。あんたいい人ね。ほんま綺麗じゃ。そっくりだ。あんたはほんとそっくりだ。国のおふくろにさ。そうかい。あんた名前は？自分は谷川哲郎一等兵であります。哲郎、母ちゃん。肩揉んでやるよ。疲れたろ。
あら、すいませんね。いい匂いだな。女房の匂いだ。元気でね。なんか自分やらにも贈り物が来るけん、こそば言うて。篠原さんはおっかさんなんですよ、兵隊たちの。前川は恋人だし、金谷は女房なんです。それにみんな知ってるんです。これが出撃前の最後の楽しみなんだって。もう戻られんことは知っとけん。わしなんかにも贈り物ばっくれるてやろうね。班長、自分たちはこれでいいんですか。自分たちは死神のようです。佐久島！申し訳ありません。でもあの兵隊たちの笑顔を見てると、自分はたまらんです。自分もです。なんかもらえばもらうほどつらいです。あれは贈り物じゃない、形見です。みんな喜んでくれてる。一瞬だけかもしれないが、このマヤサルミ歌舞伎座で兵士たちは楽しい夢を見る。俺は今自分にできることをやる。それだけだ。アルバミ農場分隊の白根伍長であります。入れ。入ります。来たな。今度は何人で来た。はい、総勢9名であります。あ、ずいぶんたくさんできたな。丸波の言い残りの総員であります。これを皆さんで。いいんだ、そんな心配しなくて。いえ、余った食料ですから。嘘をつけ。まあいい。芝居はどうだった。本日はすごかったであります。お宮さんの白い足が見えた時はもう心臓が止まるかと。軍曹殿、本日はお別れに参りました。お別れ。明朝、食料補給の潜水艦がマヤサルミ沖に参ります。我が分隊はそれを回収に参ります。潜水艦が来るのか。はい、おそらく最後の補給となるだろうとのことで、いつものように沖からドラム缶で海岸に流してくるそうであります。お前どんな任務か分かっているか。食料を取りに行った兵隊はみんなやられているぞ。はい、承知しております。自分たちはこの任務を志願しました。志願したのか。
自分たちは恥かき舞台と言われながらずっと死に場所、死に時を探しておりました。ですから詐欺に行った戦友たちのためにもここに生きている同胞のためにもこの任務を志願すべきだと考えました。俺たちの芝居を見て生きる張りができたと言ってたじゃないか。死にたいとは思っておりません。しかし芝居を見せていただき家族を思いました。戦ってる祖国を思いました。戦って死んだ戦友を思いました。そして志願を決めました。それにたとえ死んでも家族には自分たちが戦死したと伝わります。恥かき舞台の目は家族には伝わりません。お前たちは立派な軍人だ、立派すぎるんだ。しかし俺は違う。軍曹殿、自分たちはこれから任務遂行に参ります。せめて価値のある死だと思わせてください。お願いします。無駄死にはしません。必ず戻れるよう戦います。お願いがあります。なんだ。表に我が分隊全員が参っております。出撃前に会ってやっていただけないでしょうか。もちろんだ。おいみんな、もう一度位置をつけろ。はい、はいはい、諸君の武運を祈ります。ありがとうございました。ありがとうございました。では行ってまいります。必ず食料カバーをしてまいります。真っ白なうまい米持ってきます。米なんていらん。だから帰ってこい。戻ってきたらどんな芝居が見たい。雪が見たいです。雪。はい、自分の舞台は
遠く出身者ばっかりですから、どんな芝居でもいいから遊戯を見せてやりたいです。知らぬご長、国は秋田です。では、アルマミー農場分隊、マヤサルミ園芸分隊に対し敬礼。来週入ります。よし、入れ。昨日白島を占領しているアメリカ、オーストラリアの連合軍から最後通帳があった。降伏をしなければ3日後、マヤサルミに総攻撃をかけ占領すると通告してきた。
我々は降伏などしない。最後の一兵まで戦う。玉砕ですか。いよいよですね。それで園芸分隊だが、明日の公演終了をもって解散する。園芸分隊員はそれぞれの原隊に復帰させる。わかりました。須藤君、そう、これまでの園芸分隊の働き、誠にご苦労だった。将兵一同に代わって礼を言う。ありがとうございます。参謀殿のお言葉、みんなに伝えさせていただきます。短い間だったが、我々は祖国と家族を思い出す時を持てた。それがせめてもの。慰めだ。短いがいい夢でした。もう一つ、マヤサルミ歌舞伎座の建物だが、明日の公演終了後焼却処分する。なぜでありますか、参謀殿。須藤君、明日をもって我々は帝国軍人としてすべての大老たち決死の戦いへと向かう。おそらく全将兵に玉砕せよとの命令が下るだろう。背水の陣を敷く我々にあそこはもう必要ない。言葉ですが、どんな時も、どんなに苦しく絶望的な時も、人は希望します。最後の最後まで人は希望し夢を見ます。それがマヤサルミ歌舞伎座であります。だからどうか、それだけは。いろいろ考えた末の結論だ。耐えてくれ。しかし、そう、未練だ。やめろ。はい。確か土下座したとですかね。泣きよ。今日の舞台は国分舞台。どこの兵隊ですか。
東北の兵隊とです。アルバミの連中と同じとです。雪の中で生まれ雪の中で育った連中です。そうですか。どげんしますか。もう少しみんなに雪場見せちゃいましょうか。いや、行きましょう。雪に負けない芝居を見せてやりましょう。皆様、短い間ではございましたが、マヤサルミ歌舞伎座をご支援いただき誠にありがとうございました。本日をもって当マヤサルミ歌舞伎座は閉鎖と相なり、この建物も焼却処分となります。思い起こせば私どもの拙い芝居を見てくださった数々の兵士の皆さんの顔が思い浮かびます。どうか皆さんお元気で、いつの日かどこかでまた皆さんとお会いできることを、これでお別れさせていただきます。さようなら。さようなら。本当に方には分からねえかもしれません。しかし自分たちには思ってもなかった喜びでした。自分たちは雪国の兵隊ですから、生きてる間にもう一度雪見られるとは。ありがとうございました。そう言っていただけると。一つお願いがあるんだばって。何でしょうか。うちの隊にもう歩けなくなってまった病人が幾人かおります。その者たちに雪見せてやってけんねんべか。ぜひ
そうしてあげたいのですが、ここは間もなく焼却処分するのです。知っています。今呼びにやっております。わかりました。金塚、瓜生、雪だと、雪だと。雪だ。冷てぇなぁ。神じゃねえか。神じゃねえかよ。冷てぇ。雪。ありがとうございました。これであと思い残すことは何もねえ。明日全軍の先陣を切り、見事に懺悔してみせます。ご分を。ありがとう。
どう思われますか？多分本当だろう。須藤、お前もそう思ってるんだろう。雪みたいだな。負けたんですね。負けた。軍隊の者たちは今朝全員原隊復帰いたしました。そうか。終わりました。終わった。しかし終わってないものは。須藤、俺はずっと考えていた。この戦争がどう終わろうと、俺は南方の土になろう。自決を考えておられるのですか？いくら広告のためとはいえ、俺は飢えて疲れ切った兵士たちに人としての限界を超えた奮闘と努力を要求してきた。皆黙々として従い、力尽き死んでいった。このマヤサルミでは遠泳分隊の統括者として見事に死んでこいと兵士たちを送り出した。あの劇場で兵士たちは笑い、泣き、何も言わず静かに死をもみていった。それでどうだ。司令部は誰一人としてその責任を取ろうとはしていない。日本へ帰ることばかりを考えている。ではこの地で死んだ何万もの兵士たちはどうなる。俺は憎む。死んだ人間を口先だけで称える奴らを。奴らは今なおぬくぬくと生きているからだ。俺の命令で何人の兵が死んだことか。須藤、俺は軍隊に入ってからどんな奴にもどんなことにも同情しなかった。死んだ人間より
かわいそうな奴がいるか。どうだ。おりません。そうだ、死者に対する償いは自分が死者になることしかない。注意だな。これは何ですか。今より司令部へ向かい、司令官閣下はじめ小谷参謀殿のその他の司令部付き将官のお命をいただく。須藤、手伝ってくれ。注意殿はご自分の命ばかりか、他の命まで奪おうとなさるのですか。そうだ、この地で散った若い命を残して日本へ帰るわけにはいかない。俺も司令部の連中もだ。お気持ちは自分にもよくわかるつもりです。しかし残された我々が力いっぱい生き抜くことこそ死んだ兵士たちへの供養なのではありませんか。みんな生きていたかったと思います。生きて日本に帰りたかったと思います。死んだ兵士たちは生き残った我々にも同じことを望んでいるのではないでしょうか。生き残った俺たちを許して送り出すほど死んだ兵士たちは優しくないぞ。どうしてくれるんだと怒り悲しみ恨んでいるぞ。須藤、今俺の周りは死んだ兵隊たちがいっぱいだ。見えるか、お前に。いえ。俺にはずっと見えていた。俺の来るのも、司令部の連中の来るのみんな待っているんだ。お前が手伝わねば俺一人でやる。待ってください、注意殿。自分は注意殿を行かせるわけには参りません。止めても無駄だ。俺を撃つか。考え直してください。死んだ兵士たちへの注意殿のお気持ちはよくわかります。しかし注意殿は今ここに生きている兵士たちにも責任があります。兵士たちは動揺しております。注意殿はこれからどんな屈辱を受け、どんな惨めでも死んではならない。生きよ、生き抜けと教える責任があります。これ以上死者を増やしてはなりません。死ぬほどの覚悟が終わりなら注意殿自身が生き延びて、惨めでも生き恥をさらしても生き抜く姿をみんなに見せてやってください。それが今の注意殿の責任ではないですか。詭弁だ、そんなことはできん。してください。須藤、人にはただ生きることより何かのために自ら死を選ぶ誇り高い生き方もある。戦いに散った兵士たちがそうだった。女の腐ったように生きることだけに執着するのは戦いで死んだ英霊たちを冒涜するものだ。ごまかさないでください。
中尉殿のおっしゃった通り、死んだ兵士たちは死んでも死にきれないんです。どうしてくれるんだと怒り叫んでいるのです。昨日まで死んでいった兵士たちは誰が何と言おうと犬尻でした。のたれ尻です。無駄尻です。どんな綺麗な言葉でもごまかせません。だからこそ私は帝国軍人として指揮官として死をもって責任を取るのだ。それが私の義務であり責任だ。命令を下した者たちにはその責任があるのだ。自分は役者です。生きて演じて泣いてもらい笑ってもらいます。どんなにみっともなくてもいい、弱虫でもいい、飢えても貧乏でもいい、誰でも生きることは丸ごと全部素晴らしいのだと演じたいのです。孟子を賛美する芝居はたくさんです。これ以上死ぬ人間を見たくありません。自分は中尉殿を生かせるわけには参りません。須藤、俺を撃てるか。それほどまでに命命とわめく男が。邪魔をすれば撃つ。お前は矛盾している。俺を撃てば命を一つ奪い、撃たれば自分の命を粗末に捨てることになる。引いては司令部の連中の命まで危険にさらすことになる。わかるか。この矛盾が戦争なんだ。さあ撃て。これは戦争だ。私は同胞を撃ちません。撃ちたければ撃ってください。貴様、
ネゴ町。8月18日、自分は駐屯地を抜け出しジャングルへ入った。もう戻るつもりはなかった。それ以来自分は一人で生きてきた。このまま日本に帰りましょう。
行くもの。